遥かのミリタリーニュースです。最後までご覧くださいね。こんにちは、はるかです。今日は韓国軍の K9 と K55 自走榴弾砲が過去最大規模で砲撃訓練をお届けしますね。北朝鮮軍が非武装地帯で韓国軍に向けて砲撃を行ってから1年になるのに合わせ、韓国軍は過去最大規模で行った砲撃訓練の様子を公開した。公開された訓練は韓国軍が北朝鮮から攻撃を受けた想定で18日に行われたもので、砲兵部隊など3万人が参加した。陸軍の砲兵射撃訓練としては過去最大規模となる。韓国軍兵士は、韓国軍は敵がいかなる挑発をしても完璧な作戦終結体制を維持すると話した。一方、北朝鮮は訓練の実施を受け、先制攻撃のための教本を実証していると指摘し、無謀な軍事挑発には高い対価を払うことになると警告している。ネットの反応。韓国軍の訓練の過酷さは世界屈指。その軍隊が強くないわけないじゃないですか。特に無抵抗な非戦闘民に対して圧倒的強さを発揮する。確かに普通ならそれはできないな。実戦まで方針が持たんぞ。ちゃんと兵器が故障しないでスペック通り動作するんなら強いんでないかい。お笑い軍事部門では最強。なんか陸軍だけ頑張ってんな。韓国海軍はなぜか70年前に終わった敵の日程と戦って、起こるはずもない日本の竹島奪還に備えて訓練してるし、北から砲撃食らった時は反撃しようとしたらほとんど壊れて打ち返せなかったし、戦車高は方針避けるし、魚群探知機レーダーに据え付けるし、強いわけがない。無抵抗の女と老人相手しか勝ったことのない軍隊。80発撃って7発ぐらいがヒットしたんだっけ。ものすごい低確率。パワーパックがどうたらこうたら、早く90式2両を貫通する戦車作れよ。ヨンビョン島の時は不発やら方針破裂で味方の被害が結構出てたな。実際はどうか知らんが、とりあえず世界最強とおだてまくろう。北朝鮮とやり合ったら余裕で負けるくらいの実力。陸空軍は装備が貧弱で話にならない。唯一金をかけている海軍も北朝鮮の主力、魚雷艇によるゲリラ攻撃対応に向いていない。あんまり動かすと使える数減りすぎるだろうによくやるわ。実戦を見るとどうかなって思う。北朝鮮に島を攻撃された時に全てバレてしまった。こいつらクソ弱いって。以上、はるかがお届けしました。他の動画も見てくださいね。はるかです。最後までご視聴いただきありがとうございました。あなたの応援が励みになりますので、チャンネル登録をお願いします。スマホの方は画面下のチャンネル登録ボタンから登録をお願いします。またグッドクリックやコメントもお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょうね。